お疲れ様。一人で自主練してたのか？はい、もうすぐライブバトルなので本番までに振り付けを完璧にしておきたくて。入所した頃は体力がなくてダンスも苦手だったのに、チサも成長したな。ありがとうございます。嬉しいです。最近はダンスを重点的に練習してるんです。この間なんて姉ちゃんからもダンスが上手くなったって褒められたんですよ。姉ちゃんにはレッスン中によく叱られてたから、私も成長してるんだって思えて嬉しかったな。そういえば以前レイから相談を受けたことがあったな。レッスンで厳しく指摘してチサを生まれたての小鹿みたいに震えさせちゃったって。ひどいです。それは姉ちゃんは厳しいからビクビクしちゃうこともありますけど、それは本気で私と向き合ってくれてるからだってちゃんと分かってます。だからレイちゃんのハードなレッスンも嫌だとは思ってません。それに意味なく厳しいわけじゃないんです。ダンスが苦手な私に根気よく付き合ってくれて、質問したら丁寧に教えてくれて、みんなが踊りやすいように気を配ってくれて。チサはレイのことをよく見てるんだな。レイちゃんだけじゃないです。サニピのみんなのことはいつも見てます。さくらちゃん、しずくちゃん、はるこさん、れいちゃん、私はみんなに助けられてばかりだから、いつか私もみんなを助けられるようになれたらって思ってるんですけど。案外みんなもいつもちさに助けられてるって思ってるかもしれないぞ。そんなことないです。私なんて。ん？橋本さんから電話だ。もしもし。参ったな。まさかレイがリハーサル中に足を痛めるなんて。レイちゃんは大丈夫なんですか？病院で見てもらったが、ちょっと足をひねっただけで大した怪我じゃないそうだ。よかった。じゃあ今度のライブには出られるんですね。そのことなんだが、ダンスをするときは激しい動きは避けるようにと医者から言われたんだ。え？でも今度のライブではレイちゃんがソロで踊るパートがありますよね。ソロパートの振り付けは動きが激しくて技術的にも難しいからレイちゃんじゃないと。そうなんだよ。レイ以外にできないとなると振り付けを変更するしかないんだけど。振り付けを変えることはレイちゃんも納得してるんですか？レイはクオリティを下げるくらいなら無理をしてでも自分が踊るって言ってるよ。もちろんそんなことはさせない。ライブまでにレイを説得するつもりだが。これでライブバトルに負けたりしたらレイちゃんはきっと悔しがりますよね。自分のせいだって責任を感じちゃいますよね。悔しい気持ちは俺も同じだ。ソロパートは見せ場なのに今から変更するなんて。だが怪我をしたレイに無理をさせるわけにはいかない。代役がいない以上振り付けを変えるしかないんだ。レイちゃんの代役、あのマネージャーさん、私が、いえすみません、何でもないです。チサ、今何か言いかけてたみたいだが。マネージャーさん、昨日のことで提案があるんですけど、レイちゃんがやるはずだったソロパートを私にやらせてもらえませんか？難しい振り付けですけど頑張って特訓して踊れるようになってみせますから。チサが自分からそんなことを言い出すなんて珍しいな。急にどうしたんだ？急じゃないです。昨日一晩悩んでたくさん考えて決めたんです。私もやっと体力がついてきてダンスも調達したって言われるようになってきて、でもやっぱり自分に自信が持てなくてみんなの足を引っ張ってるんじゃないかと不安で、私はみんなに追いつきたいんです。私にもできるって
胸を張って言えるようになりたいんです。お願いします、私に挑戦させてください。これをやり遂げたらきっと自信になると思うから。そんなことを思ってたのか。わかった、そこまで言うならレイの代わりにやってみるか。はい、ありがとうございます。じゃあみんなには私から伝えておきますから。喜ぶのはまだ早いぞ。次のライブまで時間がないから期限を決めさせてもらう。今週末まで練習しても踊れなかった時はソロパートを削って別の振り付けにする。それで構わないな。